どうもこんにちは、本田です。それでは今日はこの問題やっていきます。半径 A の円が X 軸に接しながら各θだけ回転するとき、円上の定点 P がはじめ原点にあったものとして、点 P が描く図形を媒介変数 θ で表してください。これ問題文聞いただけだとはにゃって感じだよね。まずは問題文を丁寧に読みながら状況を図にしてみよう。半径 A の円が X 軸に接していて、円上の定点 P ははじめ原点にある。この円が X 軸に接しながら各θ回転する。この時の点 P の軌跡を聞かれているわけだ。まずは軌跡のセオリーとして、点 P を x コンマ y としよう。そしてこの問題の目的は x と y と、さらに今回は仲介役の文字 θ、 この3つの文字だけで式を作ること。ここまでいいかな。ではこの後はどうやって考えればいいのか。この後の方針は、点 P がどんな位置にいるのか、この図形から読み取る。この図形から点 P がどんな位置にあるのかを求めるためのポイントは2つ。1つ目のポイントは、地面の長さと扇形の弧の長さが一致すること。イメージ的には地面全体にペンキが塗られていて、このタイヤを転がしたら回転した分だけタイヤにペンキがくっつくよね。だから地面の長さと扇形の弧の長さは一致するんだ。さて、扇形の弧の長さは半径と中心角をかければ求めることができたよね。つまり扇形の弧の長さは a×θ、 つまり acθ になる。だから地面の長さも acθ になるわけだ。もし扇形の弧の長さが半径×中心角であるということを忘れてしまっていたら、数2の弧度法っていう動画で丁寧に説明してるから確認してみてね。ここまでいいかな。2つ目のポイントは、動かした円の中に作ったこの直角三角形、この直角三角形を拡大するとこうなる。斜辺の長さが半径の A で、ここの角が θ の直角三角形になっている。ということは、今θはこっちじゃなくてこっちにあるから、直角三角形の縦の長さは acosθ、 横の長さは asinθ になる。ここまでくればこの問題は9割完成。これらの情報をもとに点 P の位置を読み取ろう。まず点 P の X 座標は、地面の長さから直角三角形の横の長さを引けばいいから、 acθ-asinθ、 つまり x=a×θ-sinθ になる。次に点 P の Y 座標は、円の半径から直角三角形の縦の長さを引けばいいから、 a-acosθ、 つまり y=a×1-cosθ になる。これで x、y、θ だけの式を作ることができたから、
これが答えになる。今日の動画内容をまとめると、円を転がした時の円上の定点 P の軌跡はポイントが2つある。1つ目のポイントは地面の長さと扇形の弧の長さが一致すること。2つ目のポイントは転がした後の円の中の直角三角形に注目すること。この情報をもとに点 P の位置を読み取ろう。ちなみに点 P はこんな図形を描くんだ。そしてこの曲線のことをサイクロイドって言うんだ。なんかめちゃくちゃかっこいい名前だよね。実は先日の夜、街を歩いていたらこいつ見つけちゃったんだよね。高校生が自転車を漕いでいたんだけど、その自転車の車輪には光るものがついていて、この光の軌跡こそがまさにサイクロイドだったんだ。あ、サイクロイド、サイクロイドって一人で興奮しちゃってたんだけど、もし君もリアルサイクロイドを体感したかったら、誰かと協力して夜自転車を走らせてみよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。